ともとは豪華さを備えた、いわゆる高級車のことである。しかし、そこから転じて主として高級車とされる車両に、独自のセンスでさらに高級感を演出しようとする、カスタム手法を施した改造車のことも指す。本校では、改造車としてのラグジュアリーカーについて述べる。ラグジュアリーカスタムは、北米における、ダブカスタムをモチーフとして、日本国内に導入した、 カスタムジャンルの一種である。ダブとは、ダブルダイムのスラングで、20インチ長の巨大なサイズのホイールのことを指す。ダブカスタムはこれをベースに高級車、または、エキゾチックカーに、元より持っている、高級感をさらに、北米のセンスで資金を惜しまず潤沢に演出した、ものであり、ビバリーヒルズに住むようなセレブリティ、特に著名なラッパーやスポーツ選手の間で、 成功の象徴として流行した。スポーツ選手の場合、特に NBA 選手らの間で流行していたことからダブを指してボーラースタイルと呼ぶこともある。また彼らの中の一部には元ギャング出身者もいることから、そのスタイルをモチーフとすることもある。これらは現在でもアメリカンドリームの具体的なイメージとしてヒップホップ等のプロモーションビデオに頻繁に登場する。 黒人の成功者がダブカスタムの中心にいることが多く、またそのファッションなどのライフスタイルも同時にフィーチャーされるため、時としてこれをヒップホップ文化の一部として、あるいはヒップホップのライフスタイルから派生した文化として見る動きもある。発祥は1990年代であり、カスタムジャンルとしての歴史は浅い。そのルーツはアメリカ西海岸における地下のらによって、 行われていた、ローライダーにあるとされており、そこから、主に黒人たちを中心に高級志向へと派生していったと言われている。カスタム手法においてもいくつかの類似性が見て取れる。クライスラー 300C ベースとなる車両は、いわゆる、高級車であるが、その内容は、フェラーリやランボルギーニ等のエキゾチックカー、ハマー h にシボレーやバランチ、キャデラックエスカレード、 インフィニティ FX 等のラブ、ピックアップクロスオーバー、あるいはキャデラック、リンカーン、クライスラーの他メルセデスベンツや、BMW、ジャガー、レクサス、インフィニティ、アキュラ製の高級クーペセダンなど様々で、ベース車両自体の形状についてはあまり問われず、その後のカスタム過程において、いかに華やかさを演出できているかが、重要視されている。日本国内への導入は、 1990年代後期に従来ミニトラックやピックアップを改造したいわゆるトラッキンと呼ばれるカスタムを行っていた人々やローライダーの他アメリカ製の SUV やバンをカスタムしていた人々らによって現地のショーやメディアに露出し出していたダブカスタムを既存ジャンルの延長上の手法として取り入れることにより行われた日本国内において ラグジュアリーカスタムの対象となる車種はそのモチーフにより北米で販売されている車となる。愛好家たちにラグジュアリーベースと認知されているのは現地にて高級車としての触れ込みで販売された車両が多い。元々のモチーフとなったダブカスタム自体は年代を限定するものではないが、ヴィンテージカーはローライダーと区別するために国内においては対象からは除外される傾向にある。 この場合発売元メーカーの国籍、形状は問われず様々であるが、日本においては、ベースの入手のしやすさにより、国産、アメリカ産のミドルセダンから、ビッグセダンが主流となっており、次で多いのは、アメリカ産 SUV、国産 SUV である。それ以外の国籍、車両形状のカスタム車両も多数存在している。ダブを意識した北米志向の強いカスタムであることから、 時にユーズドムカスタムに含まれることもある。以下は、改造方法のごく一例である。造形残ったホイール。実用性とは、離れたデザインをしている、スピナー改造志向としては、高級感を出しつつ、シンプルで落ち着きのあるスタイルでまとめるといった感じであり、類似したコンセプトを標榜する、VIP カーとは異なり、乗り心地や静粛性などといった、 車内外環境の快適さは殺さずにカスタムする場合が多く派手さはあまりないのが基本と言える。英語本来のラグジュアリーカーには単なる高級車以上の意味はない。ありがとうございます。